ボンジュアトゥース、ビャンブニャラキャフェット。皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校アンサンブランフランセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。フランス、フランス語が大好きなあなたに旬な情報をお届けする番組です。パーソナリティのやすこです。今日はコメンテーターとしてゆうこ先生に来ていただいております。こんにちは、ゆうこ先生。こんにちは、やすこ先生。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。番組では、ラジオアットマーク、アンサンブル FR.com によくね、私が番組の最後にご意見ください、感想くださいって言っておりますけれども、本日はメールが来ましたので紹介させていただきます。ハンドルネーム、猫が好きさんです。猫が好きさん、ありがとうございます。では、本文入ります。初めてメールいたします。フランスに住んでいる猫が好きです。こんにちは、猫が好きさん。今回とても悩んでいることがありメールをさせていただきました。この件でコーチングなども受けてみたのですが、いまいち腑に落ちなくて、ぜひフランスに詳しい安子先生からアドバイスをいただけたらと思います。私は日本で知り合ったフランス人の主人と5年前からフランスに住んでいます。主人は日本に下地で来た時に共通の知り合いを通じて知り合いました。彼はスタージュを終えてそのまま日本企業に就職し、それは平和な毎日でした。ところが義理の母の体調が悪くなり、家族思いの彼の意向でフランスに引っ越すことになりました、彼と結婚をする前からフランス語はもう勉強していたので、フランスに来てもなんとか生活はできています。子供もいますが、なんとか仕事もできて何も不自由はないのですが、私は日本に帰国したい思いでいっぱいです。彼は家族のためにフランスに帰国、でも私も家族が大好きなんで、私だって日本に住みたいし帰りたいです。友達もいっぱいいますから、最後は畳の上で。フランスにはフランスが好きで来た日本人、フランスに来るしかなかった日本人、2つに分かれると思いますが、私は後者です。私はフランスはもちろん大好きですし、素晴らしい国だと思います。そしてフランス語も美しい発音で好きです。でもずっと住むとなると50歳、60歳になってもフランスに住めるのか心配です。彼はフランスに戻ってみるとやはり友達もいて楽しそうで、日本には戻りたくないようなのです。毎日このままで良いか悩んでしまいます。どうぞアドバイスをお願いします。ということで、猫が好きさんからのお手紙を紹介させていただきました。早速ですけれども、ゆうこ先生、はい、どのように思われますか？そうですね、どうしたらいいんでしょうまず例えばこの猫の好きさんが、はい、フランスのどこにいらっしゃるのかなっていうのがちょっとポイントかなと思ったんですね。例えば、はい、すごくこの手紙を読んでいて、実は私も結構日仏カップルのお友達が多いので、はい、そういう話を時々聞くんですけれども、はい、やはり地域に馴染んでるかとか、やっぱ現地でね、本当に自分の場所があるか、まあ猫が好きさんお仕事もされてたりですとか、フランス語も達者なので大丈夫というふうなおっしゃってるんですけれども、やっぱりどこか心の中で自分は帰りたいというふうな思いがあるのは、なぜ帰りたいのか、食べ物なのか友達なのか家族なのか気候なのかね、やっぱそれって住んでる場所によってもちょっとね、パリはかなりねやっぱ日本人の方も多いので、日本のこともね、ある程度手に入るので、どうかなというふうにちょっと思ってもみたんですけど、猫、先生どうも思いますか？そうですね、おっしゃる通りパリですと割と日本人の方もいらっしゃるし、地方ですとそういうわけにもいかない。ただまあ、じゃあパリにいたというところで、例えばじゃあ逆にそのパリの日本人村っていうのが難しいのか、それとも逆に日本人ともっと交流を深めたい
からもっとグループを作るとか、そういった、うん、お悩みなのか、それにもよってくるかなとは思いますね。うん、はい、そうですね。猫が好きさんがどのようなところで、まあ、お仕事もどうなんでしょうかね。まあ、仕事をされてみて日本人が全くいない環境なのか、うん、やはりその仲間の中でもすごく本当に表面上だけのボンジューサバーだけじゃなくって本当に心から話せる友達っていうのができてるのかなっていうふうに思って、うん、例えば、まあ、本当に友達っていうのは言葉ではないと思うんですね。ましてや文化が共通だから心が通じ合えるんじゃなくって、うん、逆に本当に自分の伝えたいことっていうのが伝わるときには多少のこう言葉がこう難しくても伝えたいことと向こうがやっぱり聞きたいっていう心がマッチングすれば、うん、何とも仲良し友達っていうの本当の友達っていうのはできるかなとも思ったりするんですけど、どう思いますか、ゆうこ先生。そうですね、例えばなんですけど仲良くなろうと思って話をするっていうよりも、うん、何か同じ目的を持って同じことをするですとか、例えば、うん、簡単に料理教室に通うでもいいですし、まあ私の場合は例えば演劇のスタージュに初め行ったことがすごくきっかけになって周りと仲良くなったんですけれども、何か一緒に作っていくですとか、そういうことをすると何でしょう、その日本人であることが逆に出せる、要はフランス人のあなただからこういうのが出てくるし、日本人の私だからこういうものが出てくるっていうのをお互いになんか認識できたりなんかして、もっともう一段深いコミュニケーションになったりするかなと思いますね。なのでまあそれはただの例としての演劇ですけど、それがじゃあ例えばお料理だったら味付けとか、まあまた違った形での表現になるかと思うんですが、音楽だったり何かそういう趣味で人と会うようにされたらまた違うのかもしれないですね、うん、そうですね。確かに私もね、やっぱり音楽をしているので音楽仲間っていうふうにもありますけれども、例えば本当に日本に帰ったからといって本当に幸せになれるのかっていうのも、まあ、もう一つのクエスチョンかなというふうにも私は思っていて、例えばその猫が好きさんの旦那様はフランスに帰られてよかったかもしれない、でも私はそれは不服だったかもしれないと思う時に、例えば自分はフランスがダメなのか日本に帰りたいのか、それとも自分のことを優先させた彼よりも自分のことを優先させたい自分がいるのかっていうのかもちょっとした考え方かもしれないなと思っていて、やはり、まあ、お友達ですとか、まあ50年後60年後はっていうふうに今から思うことって絶対人はあると思うんですけれども、例えば猫が好きさんは幸せなんでしょうかね、その旦那さんが一緒にいてこうフランス語も喋れてお仕事もあって幸せに過ごされているかもしれない、でももしかしたらないも悩みなのかもしれないのに、それを考え込んでるのかなとも思っていて、例えばそれが日本に帰ったからといって解決されるのかっていうのは実はわからない、つまり本当に今日が幸せなのかなっていうふうに思って、じゃあ幸せじゃないことっていうのは友達なのか言葉なのか文化なのか、こう何が、このお手紙をいただいた時って私がすごく思ったんですけど、何が問題なのかなって思ったんですよ。日本に帰りたいっていうことが問題なのか、うん、55年後が不満なのかっていう感じがするんですね、うん、なので例えばごめんなさい間違っていたらね、例えば本当に今日過ごしていて幸せなんだったら50年後も絶対に私は幸せだと思うんです。今日の延長が50年後なので、で50年後にもしかしたら不幸かもしれないって思ってしまうことがちょっと不幸の始まりなのかもしれないですね。なので今日一日幸せに過ごすっていうのは、うん、そのゆこ先生がおっしゃったみたいに演劇で仲間たちと分かり合えることがあるのか、それとも料理教室で素敵な料理を作って美味しいねって家族で食べることが幸せなのか、今だったらお友達も遠くにいても、まあ、スカイプですとか LINE ですとかね、いろいろ連絡は取れるので、うん、そういう風に考えてみてもいいんじゃないかなって思ってみたんですけど、どうですかゆうこ先生。そうですね、フランス人がよく言うと思うんですけど、昨日でもなくて明日でもなくて今日ってすごく言いますよね、うん、ラテン語のカーペディエムって言って今を
大切に生きる今を精一杯楽しくっていう風に、うん、な考え方があるのが、まあ、ある種うん、日本フランスらしいなんか考え方なのかなと思うので、うん、なんかぜひそういう、うん、実践をしていただくとまた違った視点になるのかななんて、ね、本当に、うんうん、ぜひ私も猫が大好きさんが幸せに過ごしてほしいので、ぜひどういうふうになったら幸せになれるのかなっていうのを、もっとその日本に帰ればいいとか何とかをすればいいって思うのではなくて、普段の幸せを感じてみたりとか、もっといいこと、もっといいことあると思うんですよね。そういうことを考えてみてはどうでしょうか。それでは猫が好きさん、これからも頑張ってください。応援しています。ゆうこ先生、コメンテーターありがとうございました。ありがとうございました。さて、本日のアラキャフェットはいかがでしたか。皆さんももし困りのこと、悩みなどがあったらぜひお伝えください。radio@ensemblefr.com こちらです。それではまた次回お会いしましょう。À la prochaine fois. Au revoir.